どうもゲームズヤマトです。またスカイツリーのふもとで恋キング狩り、いつ終わるの俺。また出社の時間なんですけど、金の恋キングが取れてないからっていう、そういう理由で出社を遅らせてもらってるんですよね。だから取れなければ取れないほど肩身が狭い。よいしょ、取る前にタップしちゃった。はい、ノーマル。12匹目タップゴー、赤いね。13匹目タップします。よいしょ、セイノーマル。はあ、いつも通りロケしてたんですけど、まあ、金の恋キングを求めてね。そしたらさ、金の恋キングよりもレアな恋キングをちょっと見つけちゃったんですよ。 YouTuber っていうのはね、みんなが取れないようなポケモンやっぱゲットできちゃうんですよね。まあ、どういう恋キングかっていうと、黒い恋キングなんですよ。もしかしたらこれバグなのかもしれないんだけど、しかもこの恋キングが跳ねないんだよね。じゃあその恋キングの映像、もう衝撃映像ですからね。はい、衝撃映像まで、はい、3、2、1、ドン。はい、まあこれパッと見どちらかというと茶色、中身が黒いんですよ。ちょっとこの恋キング、まあ、どれだけ黒いのかをね、みんなにちょっと見てもらおうかなと思って、まあ、すごいちょっと残酷な映像になっちゃうんだけど、行かせていただきます。はい、ほらこれ中ぎっしり黒いのが黒い恋キングだってことはこれでわかりますよね。この恋キングさ、なんか食べれそうだよね。ちょ、一口言ってみますか。せっかくなんでいただこうと思います。つぶあんだね。はい、ということでね、すいません、茶番に付き合わせてしまいました。これ実はクリコアンさんっていうたい焼き屋さん、今コイキング焼きっていうのをね、実は販売してるんですよ。見た目がこれもう僕今ちぎっちゃいましたけど、あのコイキングになってるんですよ。粒あんですね、今回はそのあんこは。で、これ以外にももう一個あるんですよ。こっちがあんこで、こっちがクリーム、あの2つの味があります。今回僕は秋葉原にあるクリコアンさんで、購入してきました。皮がその生地ですよね、結構しっかりしてるので、美味しい、あの生地自体が美味しいですね。で、あんこの量、僕は実を言うとね、あんこ大好きなんですけど、あんこがもう本当にぎっしりで、皮生地が薄いみたいなタイプあるじゃないですか。ああいうのってちょっとしつこいんですよ。で、あの尻尾までね、ほらもう尻尾まであんこ入ってるんですけど、なんていうんだろう、あんこと生地のバランスがすごい山田好みなんですよね。生地も楽しめて、あんこも楽しめる。最高ですね。生地の甘みもわかるし、あんこの甘みも両方とも楽しめる、ね、そんなバランスです。ちょっとクリームの方もいってみましょう。ということでクリームもいってみます。よいしょ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 、よいしょ。あ、こっちはね、なんかね、結構しっかりクリーム入ってるっていうか、いいね、とろっとろ。もう近くで取ろっか。せっかくだからね、しっかり結構入ってますね。じゃあちょっといただきます。バニラビーンズがしっかりと効いてるから、もうザ・クリームあんって感じがしますね。なんかたい焼きを食べてる感覚っていうよりも、生地が固めのクリームパンを食べてるような、そんな雰囲気かな。ちょっと食べてみた感じは、あー、これどっちも好きだな。まずね、頭の方が、具がね、もうちょっと口からはみ出てるんだよ。もうコイキングの口からウェーってあんこが出ちゃってるのね。まあ、ウェーってちょっとすごい汚らしい表現になっちゃったけども、まあ、つまりは内容量を超えるあんを入れてくれていると。まあ、これは嬉しいですね。うまっ。あー、クリームなくなっちゃった。あんこももういっちゃいます。はい、ごちそうさまでした。ということで今回はクリコアンさんの恋キング焼き
あんことクリーム両方いただきました。こちらホームページとかですね、店舗情報概要欄に貼っておきますので、もしも気になった方は行ってみてください。まあ、皆さんもね、ぜひぜひぜひクリコアンさん行ってみて、恋キングを食べてみてください。いやー、黒い恋キング美味しかったね。金の恋キングは俺の元に来るのはいつだ。